皆さんこんにちは,にちはただいまから礼拝を始めますはじめに総楽をしていただきますので黙祷いたしましょう 詩編編1節から3節見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ何という楽しさであろうそれは頭の上にそがれた尊い油のようだそれはひげにアロンのひげに流れてその衣の襟にまで流れしたたる。 それはまたシオンの山々に降りるヘルモンのつゆにも似ている。主がそこにトコシエの命の祝福を命じられたからである。ではご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌三百十二番、慈しみ深き、ご一緒にお歌いして主を褒め称たたえましょう。 ご一緒に主の祈りを祈りいたしましょう。主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく 我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりアーメン続いて使徒信条を告白いたしましょう使徒信条我は天地の作り主全能の父なる神を信ず 我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢しより来たりて、 生きる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は精霊を信ず、聖なる行動の教会生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン <laughs> ではお祈りをいたします。愛せる天皇父様 あなたの尊い皆を崇め賛美いあめたたしますあなたから私たちはたくさんの恵みをいただきそして1週間の旅路を過ごすことができましたことを覚え心から感謝いたしますまたこの,誠実,の <coughs> 誠実にあなたの御前にこうして近づけていただき礼拝を捧げる特権が与えられていることを感謝いたします罪の中に死んでいた私たちですがあなたはこのようなものをあなたはこのようなものを 恵みによってて救いい出ししくださいました亡きに等しいものに恩命を止めてくださって私たちに命を与えてくださいました神様の子供という驚くような特権を与えてくださって今この礼拝に近づけてくださっていることを感謝いたしますあなたが私たちを愛してくださっていること今一い覚え心からの感謝と賛美をあなたにお捧げいたします主よ この愛なる神様がこの全地であがめられますように多くの人々がまだあなたを知らないで暗闇の中におりますけれどもどうぞ一人でも多くの方にまことの神様の愛を伝えることができますようにそしてすべての人があなたの身元に立ち返り父なる神様の皆があがめられますように私たちもこの世にあってさまざまなところを通ります楽しいこともあれば苦しい時もあります どのような時にあってもあなたの愛は変わることがないことを私たちは知っています。主よ、どうぞあなたの大いなるご愛によって永遠の愛によって私たちを導いてください。私たちを癒し私たちに平安を与えてください。どうぞ主よ、今病の中にある兄弟姉妹の上にあなたの癒しがありますようにあなたの平安がありますように傷ついてらっしゃる方々に あなたの憐れみがありますように主よどうぞ助けてください。主は私たち一人一人の弱さを知りまた悩みを知っておられます。そしてそれを解決する力は持っておられるお方です。今私たちのすべての悩み重荷苦しみをあなたのもとに打ち明けます。どうぞ主がこれらを聞いてくださりあなたの栄光を持って全てを解決し皆が崇められますように。 この世界でもさまざまな争いが絶えませんけれども、どうぞ主の平和がこの地にありますようにお願いいたします。主よこの定めつキリスト教会での礼拝においても、主ご自身が中心となって、私たち一人一人をもう一度恵み、祝福してください。尊いイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン では聖書を拝読いたしますヨハネの福音書6章1節から14節 <laughs> その後イエスはガリラヤの湖すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた大勢の人の群れがイエスに付き従っていたそれはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであるイエスは山に登り 弟子たたちとににそこに座られたさてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていたイエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポンに言われたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかもっともイエスはピリポンを試してこう言われたのであったイエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。 ピリップはイエスに答えた。命名が少しずつ取るにしても、二百デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモンペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを五つと、小さい魚を二匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。 その場所には草が多かった。そこで男たちは座ったその数はおよそ5,000人であったそこでイエスはパンを取り感謝を下げてから座っている人々に分けてやられたまた小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたそして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい彼らは集めてみた。 すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった人々はイエスのなさった印を見てまことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったはい以上で,すではみ言葉を取り継がせていただきます。 では一言お祈りいたします。天の父様、あなたの皆を賛美いたします。これから御言葉を取り継がせていただきます。今日の御言葉、主ご自身がお語りくださり、私たち一人一人を恵み祝福してください。このシモべを十字架の影に隠し、ご自身の栄光だけを表してください。お一人お一人の霊の目が開かれ、共におられるイエスキリストをはっきりと見ることを得させてください。 また、霊の耳を開いてくださり、あなたの御声をはっきりと聞かせてください。一切を見てに委ね、尊いイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日のテーマは、有り余る恵みです。有り余る恵みというテーマになっています。神様の恵み、これはね、朝ごとに新しいというふうに聖書に書かれています。 神様の恵みは朝ごとに新ししく、そして私たちに十十分、十分与えられます。神様の恵みは私たちに本当に十分、えー、たくさん与えられておりますですけども私たちはその恵みに気づかずに足りないことの方に目が向きがちだなということも思わされますねあれが足りないこれが足りないってねその結果どうなるかというとね あのいつも喜び絶えず、えー、感謝する全てのことに感謝する絶えず祈り全てのことに感謝するって分かっていてもあの全てのことに感謝できないってどうしてもねあれも足りないこれも足りないっていう、えー、これねイスラエルの民がエジプトを出てからたくさんの恵みを頂い,いていたにもかかわらずね やれ肉が食べたい」だ <laughs> のねいろいろ言いましたねもうあんな感じですもう最初ね何もなかったら少しでももらえたら感謝なのでそれがだんだんと贅沢になってきてねあれも足りないこれも足りないっなってくるそれが人間の弱さかなと思います今日はねあの私たちに有り余るほど注がれている神様の恵みをもう一度確認してですね全てのことに 感謝した生活をしたいと願っております。では、えー、聖書もう一度お読みいたしません、ね。ヨハネの福音書六章。一節から十四節。まず一節から九節までお読みします。<laughs> その後、イエスはガリラヤの湖。すなわち、テベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスにつき従っていた。 それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちとともにそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである過ぎ越しが間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。最も,もイエスは。 ピリッポを試してこう言われたたのであったイエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからであるピリッポはイエスに言った命名が少しずつ取るにしても200でなりのパンでは足りません弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言ったここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。 しかし、こんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう、はい OK、この当時ですね、イエス様が、えー、この地上を歩まれた当時、イエス様が行かれるところ、イエス様が現れたっていう噂が流れると、そこにはたくさんの人が集まりました。これはね、あの時代としてメシアを待ち望んでいた時代です。 イエス・キリストイエス様がキリストである約束されたキリストローマの支配から我々を救ってくださる王様だそう信じてねこのお方についていくんだと言って集まった人たちそんな人たちもたくさんいましたまたね、えー、今日のところに書いてあったんですけどねイエス様がなさった癒しの見業、その奇跡を見て集まった人もいます あそこでなさった癒しの技を自分にもしてほしい自分の家族に自分の友人にあの技をしてほしい私の家族を救ってほしいそうしてたくさんの人が集まってきたわけですよね。また他にもねあのイエス様当時有名でしたからねですから一目見ようとして集まった人いわゆるやじ馬です。そんな人たちもやはり 大勢いいただろうなと思いますねザーカイなんかその野じ馬の代表ですよね一目見てやろうと言って高いところから見下ろしてましたけどねそういうふうにたくさんの人がイエス様が来られたらそこに、えー、集まりますそしてね今回集まった人たち非常に熱心であの追っかけしますあのイエス様が行くところどこへ行ったかっていうのをね予測してねそこに先回りして行って。 船で出て行ってもね陸から先回りしていってそこに追いついちゃうぐらいすごい熱心な追っかけですそのような人たちがね今回のとこ今回の箇所では出てきておりますそのようにねあのイエス様の周りに集まった群衆といってもみんながみんな同じ思いで来てるわけではありませんですがね一つ言えることなんですがうん彼らはね あのイエス様を求めててやってきたここれは確かなことですそしてイエス様はねその姿をご覧になって決してあの彼らが何考えてるか分かっておられますけども決してあの叱ることなく追い返すことなく、えー、ちゃんと来た者に対しては御言葉を語ってくださいますしまた癒しが必要な人には癒しを施してくださっていた。 そそののような姿がこの福音書に書にかれてております。そして、ね、イエス様はそのように人々に福音を述べ伝えることまた癒し癒しの見技や悪霊を追い出す技そのような奇跡を行って神の国の到来を人々に告げ知らせていたんですがそれだけでなくてイエス様は、ね、弟子訓練にも力を入れれておられました。イエス様はずっとこの地上におられるわけではないんですよね。 イエス様は全ての人の罪を背負って十字架で命を捨てるためにこのように来てくださったそして贖いが完成したら天に戻られるそのようなご計画でこの地上に来られましたですからイエス様がこの地上を離れてから福音を述べ伝える器として弟子たちを訓練しておられたわけですね今日のところでも イエス様は山に登って、そして神の国について教えようとしておられたわけです。ですがね。群衆はそのイエス様も発見します。イエス様はどこにいるかな？こっちの方に来たはずだろうと、弟子たちも一緒にいたはずだろうと言ってね。探して見つけたらみんな。退去してイエス様のもとに押し寄せてくるわけです。イエス様はね弟子訓練の一環としてこうして集まった。群衆彼らに。 どうしてどのようにしてこの食べ物を与えようかということを、ね、ピリポに尋ねるわけです。どこからパンを買ってきて,てわざわざ買ってきてと言ってね買わせようとしますねこんな無理な無理な話ですこの地域に店なんかないんですよねですからあえて買ってきて食べさせようかっていうふうに質問されますそうするとピリポここでね あのイエス様により頼んで欲しかったわけですよね。ですがピリポがやったことは計算しました。非常に頭のいい人ですね。この大勢の群衆を見て、え一人がめ名少しずつ取ったとしても、200デナリのパンでも足りない。1デナリだいたい1万円ぐらいだと考えてくださいね。<laughs> それぐらいねお金出しても無理だなと。 それぐらい人数が来てるっていうふうに考えて、諦めます。無理です。そしてもう一人弟子。弟子がいます。アンデレです。アンデレは。あの、計算は苦手だったようですけども、行動力はありそうですね。こうたくさん人がいるので、何人か食べ物持ってるんじゃないか。そう考えたんでしょうね。食べ物を探しに行きます。あなたたちの中でパン持ってる人いませんか?。 何かか食べ物持ってませんかそれをみんなで出し合って分け合いましょうって言ったら出してきたのが少年が持ってた大麦のパン5つと、えー、小さい2匹の魚 <laughs> ほんのわずかなものですねそれだけですですのでアンデレが見つけてきた食べ物っていうのは本当にわずかですなのでこれでは何の役にも立たないとここでもやっぱりアンデレも諦めてしまったわけですここでですね <laughs> あの今登場した人たち群衆そしてピリポアンデレこの人たちがイエス様をどのように見て,見てきたのか見ていたのかっていうことねそれちょっとね考えてみたいと思いますねまず群衆ですイエス様のもとに集まってきた群衆イエス様に会いたいイエス様を見たい癒してほしいとかねいろいろあったいろんな理由があったんですが全て 自分の願いを叶えてほしいということです。群衆は自分の思っていること願っていること。それをイエス様が叶えてくださる。それを期待して集まっていたんですね。ローマからローマの支配からイスラエルを解放してほしい。そう言うとね。あのすごくスケールの大きなお話みたいですが。要は自分が自由になり。たい ローマに税金を納めたくないローマの支配で怯えて生活したくないそれが根本にあるので自由になりたいもう自分がまず助かりたいというねそんな思いが強いですそして病人を癒やしてほしいとかまたイエス様ををううままく利利用して自分がが益を得たいといとところがあります彼らの中で本当に神の国を求めてきた人神様に仕えようとしてきた人そんな人たちは ほぼいいななかかったなととうことはわかります。イエス様をまことの神様として見ることはできなかったい,いつもね神様を礼拝している人たちですけどもそのお方が今目の前にいることに彼らは気づかなかったこれはねあの弟子であるピリポ・アンデレも同じです。彼らはさすがにね全てを捨ててイエス様に従ったので もう自分勝手なことはあまり考えることはありませんしかし神様により頼むということそれに関してはやはりまだできなかったんですね目の前にいるイエス様が真の神様であるということをまだ悟ることができていなかったんですずっとそばにいてイエス様のお言葉を聞きイエス様がなさった印を誰よりも多く見てきています けれども彼らはまだイエス様が真の神であるということを信じることはできなかった非常に残念なことですねですから自分の経験してきたこととかまた考えそして願いそれらによって行動しているそんな人々の姿ですね イエス様の周りにいた人たちがそのような思いで行動していたのがこのところからわかるかと思います。で、十節から十四節、それに対してイエス様がなさったことが十節からです。イエスは言われた、人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ五千人であった。 そこでイエスはパンを取り感謝を下げてから座っている人々に分けてやられたまた小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたそして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい彼らは集めてみたすると大麦のパン五つから出てきたパン切れを人々が食べた上 なお余ったもので十二の籠がいっぱいになった人々はイエスのなさった印を見てまことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った、はい、以上ですイエスマは男の人だけで五千人の大群衆彼らに 彼らを座らせるように弟子たちに命じられました。そして少年が持っていたパンを取って感謝を下げてから座っている人たちに分け与えられたんですね。どのようにねパンが増えていったのかとかそれは分かりません。ですが全ての人がこのパンを食べた。そしてまた小さな魚ですね。それもみんなが十分食べたということが書かれています。 イエス様はそこに集まっていた人たちが十分に食べても余りがあるほどのパンを人々に与えてくださいましたピリッポはそこにいる人の多さを見て命名が少しずつ取るということを考えて計算しましたみんながね少しずつ取るということを前提として 200でなりでも足りないなっていうふうに考えたんですねですがイエス様はみんなが欲しいだけ与えてくださったんですみんなが満腹するだけもういらないですよというぐらいねあり余るほどに与えてくださいました <laughs> アンデレは5つのパンと2匹の魚が何の役にも立たないそう考えたんですが 無から有を創造される神様の恵みは目に見える数は関係ない神様は有り余るほどに恵みを与えてくださるということをねイエス様はこの奇跡を通して示してくださいましたそしてイエス様は弟子たちに余ったパン切ルを集めるということを命じられました12のかごに集めなさい弟子たち12人ですからね1人1籠を持って集めに行ったんでしょうね ユダヤの籠ですからそんなに大きい籠ではなかったそうですけどねみんなが弟子たちが一人一つ籠を持って余ったパンキロをね無駄にすることなくちゃんと集めてきたじゃあちゃんと12のカゴ、1人ずつ持っていったカゴがいっぱいになったんですねこのようにして神様の恵み神様が有り余るほどに恵みをくださるということを弟子たちは 実際に自分たちがイエス様からパンを受け取り魚を受け取りそれを人々に分け与えそしてまた余ったパン切れを回収するそのように体験することによって主の恵みがどれほど素晴らしいものか主は全ての人を生かしてくださっているんだということを学びどんな時でも主により頼むことを教えてくださったわけです。 今日学覚えていただきたい見言葉がこちらですね11節そこでイエスはパンを取り感謝をささげてから座っている人々に分けてやられたまた小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた、はい、イエス様は良い牧者です良い羊飼いですですからね ご自分の羊が飢えているのにそのまま放置するようなお方ではありません。これは、えー、羊飼いが自分の飼っている羊その羊をいつも安全な緑の牧場に連れて行ってそこにふさせ良い牧草だけを食べさせるそのようにイエス様もご自身の羊それを この草の上に座らせてくださってそしてパンを分け与えてくださるそんな姿をこのところから見ることができますねイエス様は飢、えー、えているご自身の羊である人々全ての人々決して見捨てることなく必要な食料をちゃんと分け与えてくださる決して えー、足りないとかまた変なものが混ざっていたとかそんなことなく十分に与えてくださるお方ですそしてそれはこの体を養う糧だけではありません霊の糧命の糧を与えてくださるそれがイエス様ですこの奇跡が吸い越しの間近に行われたということからもそれが暗示されていますね。 杉越の時、杉越の祭りでは子羊が生贄にとして捧げられますその生贄、に裂かれた子羊の肉それを人々は食べるわけですイエス様はご自身のことをね「私は命のパンです」とおっしゃいますそしてイエス様はご自身が裂いてくださったその身体を人々に分け与え 人々を生かしてくださるお方です。生産式の時にねこれは私の体ですということを、ね、イエス様はおっしゃってそして、えー、私たちもそれを覚えて、えー、生産に預かっていますけれども人々にイエス様はご自分が十字架で裂いてくださったその体をあなた方は味わうのですよそれを食べるのですよそうすることによってあなたは生きるのですと 私があなたのうちで生きるからあなた方は生きるのですということをね教えてくださいました良い牧者であるイエス様は本当に上えいているご自身の民を決して捨てることなく霊においても肉においても全てを満たしてくださるお方だということがよくわかるかと思います神様はどんな時にも恵みを豊かに与えてくださいますただね あの私たちはこうして与えられた恵みだけそこにばかり目を向けてしまうと時ととしししてて、ね、イエス様から目を離まししまうことあります時々「恵みの証をお願いします」と言うとねあの恵まれたことをずっと羅列してくださるのはいいんですけども最後に「神様は出てこない」というのはよくあります。あれっていうよかったハッピーエンドはいいんですけどそれ「あの神様はどこにいらっしゃるの?」という。 「あの恵まれた証ですというふうにですけどね神様が登場しない証っというのをなんか時々聞くことありますけどもそうなることがあるんですよね。恵まれたことを数え上げていって肝心の恵みの源であるイエス・キリストから目を離してしまうことはあります。ですので注意が必要ですこれはね当時の群衆がそうです。たたくさんの恵みを受けていた 癒された神の国の話を聞かせていただいたそして希望をいただいたメシアが来たという希望を持ったでもイエス様から目を離しているイエス様はどっか行ってるんですそういうことにならないように私たちも注意しなければなりませんまた私たちが今度はイエス様の弟子として使わされるということもあります 実際私たちはねそれぞれのところに使わされていますその時に <laughs> 自分が持っているものばかりに目を向けて諦めてしまうことはないようにしましょう。自分はこれしか持っていない何もできない <laughs> それで神様から使わされた時に「ああもう私無理です何もできません」そんなことにならないように、ね、しましょうね。あの イエス様は5つのパンと2匹の魚で男の人だけで5,000人の空腹を満たすことがおできになるお方です。このお方が私たちと共に歩んでくださっているということを忘れないでください。ピリポやアンデレがイエス様を見ないで足りないことばかり見ていた。あれができないこれができない自分の経験で自分の考えで自分のね常識の範囲内で 決めてしまってこれは無理だと言って諦めてしまっていたんですけども私たちはすべてにおいて満ち満ちたイエス様が共におられることを覚えてイエス様を仰ぎ見て与えられる有り余る恵みを感謝していきたいと願います。お祈りいたしますそこでイエスはパンを取り感謝を下げてから座っている人々に分けてやられた。 また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた天のお父様あなたの皆をあがめます神様は私たちに良いものをいつも満たしてくださるお方です私たちは自分の弱さのゆええー、足りないことばかり見や、えー、てがっかりしやすいものですけども今もう一度あなたが私たちに必要なものをいつも 十分に備えてくださっていることを教えられ感謝ですそしてまた与えられた恵みばかりに目を止めてしまって肝心のイエス様から目を離すことはないようにそのように教えられ本当にありがとうございますまた私たちが使わされたところにおいても私たちは何もないとかあれが足りないこれが足りないと言って不平不満を言うのではなくて全てを与えてくださる主に目を止めて 共に働いてくださるイエス様により頼んで、与えられた奉仕を全うしていくことを得させてください。すべてを通して、すべての人がイエス・キリストを主であると知ることができますように、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では、しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。 では、賛美いたしましょう。聖歌四百九十二は、主イエスの御そばにご一瞬を歌いして、主を褒めたたえましょう。<music> 金をお下げいたしましょう <coughs> 賛美歌547番今佐黒をお歌いしながらお下げいたしましょう お立ちいただける方はお立ちいただきまして松永父子三子三手のお歌いし祝祷いたします 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン どうぞお座りください。はい、じゃあ以上をもちまして、えー、本日の礼拝を終了いたします。どうもありがとうございます。